じゃあこの感覚と直感、この違いの違いについては奥深く複雑だと。で、明確にするのは困難だが、まあ、ユングは知覚機能は非合理機能であるとして言及したと、うん、少し考えてみてほしいと、うん、人はどうやって物事を知るのか、うん、もし人が何かを決定するときに知覚した情報を基礎にしているのであれば、うん、何をどこから知覚したかを理解することは極めて重要だが、うん、それはまあ霧の中で人を探すように難しいよと、うんうん、なのでまあここではその子供の例を紹介しますと、うん、男の子が2人いて相棒になったよと、うん、1人は感覚機能、うんうん、で1人は直感機能、うんうん、ひらめいたりメッセージ的なことに惹かれているのが直感の方ですね、うんうん、で天気のいい日に2人でブランコに乗っていた時、うんうん、感覚の子は、うん、風が髪の毛をなびかせて冷たくて気持ちいいね、うん、空は青くて、うん、僕のおもちゃの電車も青いし、うん、僕のパンツも青いんだ芝は緑色、うん、くすぐったいね、うん、木も緑色だね、うん、っていうと、うん、直感の子は、うん、木が空を押し上げているぞ、うん、っていうと、うん、違うよ、うん、木はそんなことしないよ、うん、で感覚のあ、うんうん、ちょ感覚の子は言う、うんうん、っていう、うんうん、でまさしくそんなことって長嶋監督は、うんうん、長嶋監督は、うん、直感なんですかね。北から打つみたいな、バーッと北からギュッと打つみたいな、そうそうそう、何で言ったか忘れてましたけど、バッてきたやつをバッて打つんだよ、うんうんうん、でそれを松井秀喜はそれでわかるみたいな、うんうんうん、あー、どっちなんですかね。で今この、はい、木が空を押し上げているぞっていうこの感覚の、うん、違う、直感の、直感、うん、気持ち、気持ち、僕は全く分かんないんですけど、僕も分かん、それでいくと僕も分かんない、木はそこに立ってるだけですよみたいな、はい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 、うん、っていうのが出てきますね、うん、あと例えば、うん、金融グループのメンバー同士が議論をしている、うんうん、感覚を思考するメンバーはこれまでの傾向と具体的なデータを基準として使おうって言ってるが、直感を思考する人はそれは過去の業績にとらわれすぎだと、もちろん両方とも重要なポイントは押さえてます。で、まあ、こういうストレス状態の時はどちらも自分が思考している方に行ってしまうっていうと、やっぱり僕もそういう場、データがあるならデータを見てしまう気がする。僕もデータが重要だ、うん、だって実際にそうなってるんだったらそうなる可能性が高いって思います、はい、でもその感覚を思考する人たちは、うん、いやそれは過去の業績にとらわれすぎだよ、うん、って言われると分かりますけどね、歴史は新しいものが勝つんだよ、うん、でそう、そっちの方がかっこいい気がするんですよ。そうで N って言ってる気もするなって思ったんですよさっき、はい、そう、そうなんですよね、うん、タンタンメンさん、うん、こんにちは。アイデアを言うだけの人にはそのために何から始めればいいの、それも考えて話してと思ってしまいます、うん、これ僕ですかねおんちゃん言えよって具体的に何やるんだよ、うんうんうん、おいおい言ってみろよって、うん、田中明さん、自分は直感に憧れますが感覚が我に返りストップをかけて現実は感覚で動いている気がしますと、うん、っていうところで、うん、体調の中ではこの感覚と直感も、うん、僕はもう直感はないなっていう、僕はだからなんだろうな、意識してるかなって思う、直感を、直感の方がかっこいい感じがして、うん、まあ、あのない部分ですから、うん、で直感直感っていうから直感になってる部分があるかなで、はい、実際に考えるとあ S だなみたいなとこですね。ちなみに、うん、じゃあ比較として、はい、カーシー博士のセルフヘルプ術、うん、カーシー博士がこの直感と感覚の違いで何を言ってるかというと、うん、両者の違いとしては、うん、自分の五感あるいは分別を重視する感覚型は、うん、事実を求め、うん、
事実を信じ事実を記憶する、うん、個人的にも社会的にも経験を重んじ、うん、経験を通じて世界を知ろうとする、うん、地に足のついた人として描写され、うん、人と話をするときも感覚型は相手の経験や過去に興味を持つ、うん、それに対して、直感型は N の方ですね、うんうん、霊感とか、うん、比喩、生き生きとしたイメージを楽しみ、うん、夢見がち。例えば本を読むときとかは、うん、歴史小説よりもファンタジーとか、うんうんうん、あとはなんかその夢の判断とかに興味を持ったり、うんうん、目の前にはいつも可能性があって、うん、っていう可能性とか未来の方に引き寄せられるので、うんうん、時折なんかちょっと上の空になるとか、うん、自分の周りの出来事にいつも注意している感覚型に対して直感型っていうのはどっちかというとぼーっとしている、うん、で人生とは気まぐれだとかって思っている。なんで可能性についてあれこれ試作することができる、うんうん、なのでその技術、科学、数学、哲学、アート、うんうんうん、っていう分野に直感型の人たちは興味を持つ。もちろん感覚型にも感はあるが、うん、あまり関心を払わない、うん、自分の直感を何年も無視してきたのでその感は錆びてくるんですって、うん、働かなくなる。だからさっきのあれですよ、ストップをかける田中明さん、ああっていうところですね。直感的な部分にストップをかけてこうやっぱり積み上げてるみたいな、はい、で直感型っていうのは常に何かを期待しながら生きていると、うん、どんなことでもやがてもっと良くなるための単なるプロセスに過ぎないって感じて、うんうんうん、現実に対して漠然とした不満や、うん、居心地の悪さが常につきまとうよと、これカーシー博士の説明、はいはいはい、直感型っていうのはなので次から次へと行動を変えて一つのことを、うんやり遂げることが少ないとも言ってます、うんうんうん、でユングはこの直感型について、うん畑に種をまいても芽が出るのさえ待てずに別のことを始める人として例えていますと、うんうんうん、でこの他の人間が直感型が置いていったものを収穫する恩恵に預かったりすると、うん、いないから、うん、直感の人がもうやめちゃったじゃんやめちゃったじゃんってでこのように感覚型から見れば、うん、直感型は軽はずみで良識がなく非現実に移る。で一方直感型からすると感覚型は未来の可能性を見つけるのがイライラするほど遅い、うん、何やってんの、うん、古いうん、っていうのが書かれています。まあやっぱりどっちも分かる気はします。データタイプ級、うん、ただ P の部分が入ってきてるのかなと思って。あ、そうですね。で僕の場合はこの MBTI で言うとこの外向からエネルギーを感じるのが外向内向の部分で、うん外向とどう外界とどう接するかを決めるのが P と J、うんうんうん、なので体調は認知 P の人間、うんうん、なのでやっぱ可能性は残しておきたい、うん、っていうのがあるかもしれないですね、うん、もう僕はもうさっさと決めて動きたいんですよ、うん、なのでもう J なのは明らか、うん、だから僕はそう S だけど、はい、P があるからまだ可能性を完全にこうそうですね、うん、ふわっとした感じですよね。 S っぽくないっていうか、はい、というところで今日はこの感覚と直感について J と P に紐づいてるよっていうのが MBTI の書き方、うん、でセルフヘルプ術では考える順番なので、うんうん、っていうのが違いがあって、うんうん、いろいろ面白いですね、まあうん、同じことかもしれないですけどね言ってることが言ってることは一緒かもしれない、うんうん、ただなんかシステマチックになってるのが MBTI、うん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 、なんかふわっと感覚で分かりやすいのがセルフヘルプ術だと、うんうん、そんな感じはします、はい、